頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。30分一本勝負を行います。青コーナー260ポンド後藤達投手、260ポンド小原道義、赤コーナー235ポンド宮本和義、235ポンド本間智明、レフリー田山雅夫、本間運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。行くのか、蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。抜けてまいります。フロントからのキック抱えます。蹴ってまいります。張ってまいります。走り込んだのエルボー、ストンピングです。ドロップキックであります。組みに行きます。ブルドッキングで叩きつけます。掴みます。肘を打ち込んでまいります。掴んだ、ボディースラムで叩きつけます。エルボー、ガードします。キックを打っていきます。あとリバースで返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。張ります。組み合います。あと返します。起こします。バックに回ります。フェイスクラッシャー、腕を殺してまいります。メキシカン式の締めを見せてまいります。ロープブレイク、あっと逆に捉えた、エンジン切り、
引き起こします。エルボー引き起こす。あっとエルボー、そのまま体が止め。技の仕掛けが早いですね。勝負に行ってますね。ええ、さあタッチ。腕をフックした。ボディスラムで投げつける。チョークで締めていった。逆水平ガードした。バックに回った。ハンマー気味のパンチ。水平打ち。張り手。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。ここでタッチだ。立たせていく。あっとキャッチした。エルボーを入れていく。足を狙っていった。いけるか。ロープに振った。進化。組み合った。コーナーに振った。ジャンピングしたのエルボー。ドロップキック強烈。足を打ちつけていった。逆エブで一気に反り上げる。岸壁の母の胸に抱かれました。チョッパー掴んだ。エルボーの連打。首がために持っていく。カウント2つ。惜しい。張った。ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。小脇に抱えた。ハンマーを落としていく。ガチッと組み合った。あと後ろに投げていった。ここでスイッチ。ここでタッチだ。いけるか。コーナーに振って。ラリアット投げ倒し。2位を落としていく。そのまま締め上げる。ガチッと組み合った。あっと切り返した。10ミリッツゴー。頭を掴んでエルボー速射砲。エルボー打ち込む。組み合った。投げていった。全体重を乗せたエルボー。いけるか。あっと逆に投げていった。切り返した。腕をフックした。させません。ドロップキック。いけるか。
巻き投げで切り返した。抑え込んで韓国返しました。すごい顔で打つ。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。さあタッチ蹴っていった。組み合った。逆に返した。ストッピング。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。あとキャッチした。エルボー強烈。バック当たってエルボーで返す。レフトハンドのラリアット。ギロチンを落としていった。抱き起こす。バックドロップ斜めから落下。直下式起こした。大変な死闘になりました。戦いの中に喜びを感じ涙を拭いきれない。正面から投げていった。ここでスイッチ。一気に料理するのか。腰に手を回した。ジャーマン肩口から起こった。ガチッと組み合った。あと逆に返した。ブロックした。絞り上げる。強烈。ガードした。ストンピング強烈。起こした。掴んだ。ガードした。顔面を捉えた。いけるか。コーナーに振った。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。ここでタッチだ。20分経過。20minutes ball。外した。あっと、エルボー。抱えた。打ったんじゃないですかね。脳天下田が打ちつけたか。組み合った。場外に落とした。場外に移行した。バックを取ってボディシザースとスリーパーで締め上げる。首根っこを掴んだ。あっ
と急所攻撃、あっと返していった、バックに回った、あっと急所組み合った、あっと逆にパンチ、リングに戻ります。さあタッチ、ブロックした、ダブルで払っていった、ストッピングを叩き込む、いけるか、ロープに振って DDT で切り返した、場外に降りる、場外に降りる、すごい顔で打つ、すごい音がした、ガチッと組み合っ、バックドロップで切り返した、腕をフックした、ブレンバスターで切り返した、ストンピング、立たせていく、腰に手を回した、バックを取ってエルボーで切り返す、張り手、フロントキック、組み合った、あっと逆に投げていった、ここでスイッチ、5 minutes left、スープラトンで払っていった、腕をフックした、打たせない、抱えた、あと DDT、エルボー、トンペを観光、ガチッと組み合った、お気をつけください。はった。残り試合時間3分、3 minutes left。いけるか。お気をつけください。リングに戻ります、ロープに逃れました、エルボー強烈、ストッピングを叩き込む、ロープブレイク、ロープブレイク、ガチッと組み合った、あっと返した、組み合った、あと逆に返した、抱き起こす、引っこ抜きか、ノーネックイージー、パイルドライバー、バック当たってエルボーで返す、逆にバックに回った、
ーより黒光り入場。陽気な男の入場であります。赤コーナーよりジュニアのカリスマ金本浩二入場。さあジュニアのカリスマ金本浩二が大歓声を背に堂々の入場であります。シングルマッチ30分日本勝負を行います。青コーナー195センチ135キロ、黒ビカリ。頑張れ金本。赤コーナー180センチ90キロ、金本さん。金本浩二。金本さん。ホナガノリオ。頑張れ。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、前に今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。テイクダウン。足を抱えます。ねちっこい展開に移行してまいります。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。乾いた音が館内に響きます。鋭いキックです。足を取ります。ひねって倒した。ドラゴンスクリュー。気合を入れてまいります。立ってまいります。組みに行きます。ロウを打ち込みます。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。なるほど、そうだったんですか。エルボーを入れていきます。この辺り入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。このポーッとキャッチした。打たせません。
掴みます。小気味のいいコンビネーションだ。どんな相手にでも物おじしない度胸を持っていますこの金本浩二。今宵もこの男特有のある意味無鉄砲ともいえるファイトスタイルで我々を魅了していく構えでありましょうか。ロックアップ投げてまいります。バックからスリーパーに入ります。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。キックを打ってまいります。足を取ります。円錐蹴りストンピングです。顔面を蹴り上げます。エルボーで返します。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。気合を入れてまいります。蹴りをぶち込みます。まだ序盤ですからね、こういう技は読まれやすいですよね。そうは問屋は下ろしませんね。腰を落として逆片指固めの体勢です。ソバットを打ち込みます。膝へのキックです。組み合います。倒してまいります。スリーパーに捉えます。ロープにブレイクしました。打ち込んでまいります。ドラゴンスクーストンピングを叩き込んでまいります。あっと逆に捉えた。後頭部円錐カウントが入ります。カウントは2つ。行くのか、逆に返します。このポーズです。足首が悲鳴を上げます。アンクルホールド。行くのか、あと返します。固めてまいります。返してまいります。張ります。モンゴリアンチョップ掴んだ。逆に投げてまいります。トップロープからムーンサルトプラス。肩が上がります。気合を入れてまいります。キック攻撃を見舞います。抱えます。いけるか。場外に落とした。飛んだ。あっと顔面踏みつけ。抱き起こす。ラリアット。立たせていく。小脇に抱えた。バックドロップ完工。リングに戻ります。腕をぶん回した。リングに戻ります。強烈なキック。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。10分経過。テンミニットいく。カウント2。返しました。蹴りをぶち込む。組み合った。そのままレッグロックに持っていった。ノックブレイク。抱えた。あと逆に投げていった。ストンピングを叩き込む。引き起こす。シュミット流で倒していった。カバーした。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。首根っこを掴んだ。モンゴリアを打ち込む。体を預ける。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。すごい形相で締め上げていく。ハンマー気味のパンチ。腕を固めて丸めていった。ロープに逃れた。組み合った。あっとそのまま膝固めで決めていく。岸壁の母の胸に抱かれました。腕をフックした。
シュミット式で落としていった。カウント 2.5。 掴んだ。おお、これは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。カウント2。足を抱えた。させません。あっと、逆に捉えた。ドラゴンスクリューで倒した。ガジェット組み合った。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。後頭部が悲鳴を上げる。バックトラップ。キック、ものすごい。アンコルフォードの体勢。ここでホップブレイク。15分経過。15 minutes パー。コーナーに振って。あっと、カウンター。腕を回した。バックに回った。腰に手を回した。バックを取って、バックドロップ。ガンスキックだけ散る。ガジェット組み合った。フランケンシュタイナー。3つは入りません。組み合った。スモールパッケージで丸める。危ない。カウント2.9。バックに回った。あっと、コブラツイスト。頭を掴んで。我々には離れすることのできない熱い熱い大河のような愛の川が流れております。ニールキック。起こした。タイガー行くのか。タイガースープライクス。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。モンゴリアン。
コリの一番アンダーソン。タグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーコリの01 235ポンド CW アンダーソン。アンダーソン、アンダーソン240ポンド、スティーブ・コリーノ。コリの一番、コリノ。赤コーナー ROD ガンガン行け。305ポンド、頑張れ。ディーロー・ブラウン、頑張れ頑張れ。310ポンド、ブキャーナウン、頑張れ。レフィー田山雅雄、ガンガン行け。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。切り返します。相手を挑発してまいります。顔面が歪みます。ロックアップ、サイドからコブラツイストの体勢。おなじみのポーズです。腕をフックします。抜けてまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。足を殺してまいります。膝を殺してまいります。ここでタッチです。このポーズです。起こします。キックを打っていきます。行くのか。対角線に飛ばした。ランニングしたのエルボー、気合を入れてまいります。鉄拳を見舞います。掴みます。ハンマーを振りかざします。組み合います。コーナーに振って、あーっと、ラリアット。粘着質激しい、このサブミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。チキンウィングに固めてまいります。ロープブレイクです。ブレンバスターに取ります。ストマックを狙ってまいります。行くのか。コーナーに振った。
カウンターで返します。蹴ってまいります。張ります。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。高周波数の音が館内に響きます。このポーズです。引き起こします。ブロックします。掴んだ。エルボーを入れていきます。抱えます。簡単にはいきません。掴んだ。逆に返します。腕を捉えます。返してまいります。腕を取ります。あっと返します。フロントからのキック。このあたり一発一発が重いですね。そうですね。これはダメージがあると思いますよ。起こしてまいります。エルボー。蹴ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。打ち込んでまいります。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。ストンピングを叩き込んでまいります。スイッチしてまいります。合体のブランバスター。スタンディングを取らせます。ガードします。スイッチしてまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープに逃れました。10分経過、10メレッツゴー。無人島に漂着してしまった。フロントからのキック、掴みます。サミング、ロックアップ。ロープに振って相手を挑発してまいります。ロックアップ、逆に返します。このポーズです。掴んだ。あっとパンチであります。このポーズです。組み合います。対角線に飛ばした。ラリアット。相手を挑発してまいります。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。ロープブレイク、ガードします。張ってまいります。乾いた音が館内に響きます。腕を捉えます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。返してまいります。相手を挑発してまいります。掴みます。弓を引くナックルであります。このポーズです。リング内に戻ります。組みに行きます。巻き投げで切り返します。ラフ殺法に転じます。あっとキャッチした。パンチで返します。抱えます。今すごい角度でしたね。いやー、ちょっと頭打ってるかもしれませんね。
足を狙ってまいります。15分経過、15分経過、そのまま耐え固め、ロープブレイク。まあ気持ちだけで打ってますよね。はい、コーナーに振った。おっと、腕を取った。念仏を唱えていく。抜くのか。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。タックルぶちかわし、ラリアット、ストンピング、ストンピングを叩き込む。頭を掴んで小気味のいいジャブを打っていく。起こした。今踏み込みに入りましたよ。脳髄に響いたか。引き起こす、ラリアット。あっと、返していった。このポーズ、抱き起こす、エルボー強烈。あと逆に捉えた、後頭部演じ、取った。フロントから落としていった。見栄を切った。バックに回った。おっと、外した。組み合った。あっと、切り返した。いけるか。対角線に飛ばした。グーとチョップをエンドレスで払っていく。抑え込んでロープに逃れました。腕をフックした。逆にバックに回った。エルボーで切り返す。ガチッと組み合った。あっと、リップアップ。ライアット強烈、放っていくのか。トップロックからのギガチェンドアップ。ここでタッチだ。さあタッチ、いけるか。締め上げていった。フロントキック、トラースキック、掴んだ。させません。張った。テイクダウンを奪った。トップロープからムーンサルトプレス、跳ね上げてまいります。小股に挟んだ。リバースで切り返した。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。ガードした。バックを取ってエルボーで返す。ゼロ戦、
蹴り上げていく。あとうまく切り返した。ロープブレイク、ロープブレイク。残り試合時間5分、5 minutes left。 場外に移行した。こすり手を回した。あと逆に返した。エルボードロップ強烈、ストンピング強烈。ガチッと組み合った。お気をつけください。蹴っていった。キック、リングに戻ります。リングに戻ります。組み合った。コブラが締め上げていく。ブロックした。ガチッと組み合った。コーナーに振って抱えた。蹴り上げていく。組み合った。リフトアップで抱え上げる。立たせていく。あっと、ラリアット打ち込んでいく。あっと、パンチ強烈。立たせていく。腰に手を回した。ジャーマン肩に力を振った。引き起こす。フライングニール、センスを広げた。抱えた。シュビット式で落としていった。いけるか。そのままボムで叩きつけた。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。奥歯を噛みしめた。うまく切り返した。肩が上がります。腕を取った。腕折りに持っていった。あと逆に捉えた。そのまま足を取った。ここでドンが乱打されます。マイク・バートン入場。コーナーよりチームカオス、スコーピオン入場。さあ熱いビートを刻んでまいります。スコーピオンが入場してまいります。Let's get it.
cause they can't get gold. I was born in a hole, now I'm making trouble. Big boy deep is the way we roll. I'm looking for the punks talking the junk on the tracks. The hammer don't hurt them, days are over. These are the days of the payback, payback. I'm up on the hill looking down. シングルマッチ30分1本勝負を行います。青コーナー、新日本プロレス、194センチ、120キロ、マイクバートン。赤コーナー、チームカオス、185センチ、100キロ、スコーピオスコーピオ。レフリー穂永のりお。スコーピオ。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔をしてますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組みに行きます。逆に振り返してタックルでぶちかまします。STF で強烈に締め上げてまいります。組み合います。逆に振り返したドロップキックであります。ロックアップ、ボディースラム、ストンピングを叩き込んでまいります。ショルダータックルで倒します。相手を挑発してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。行くのか、逆に返します。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、ウルネルソンの体勢、返してまいります。掴んだ、ガードします。行くのか、切り返します。外国人選手の中でも生真面目で有名なこのマイク・バートン、その骨を示しないファイトスタイルでファンの心をえぐってまいります。バートンのゴールデンレフトはまさに一撃必殺。トゥナイトもハードヒットです。組み合います。あっと、返します。メキシカン式の締めを見せてまいります。ロックアップ、お気をつけください。フロントからのキック、チョップであります。あっと、逆に捉えた、パンチで返します。リング内に戻ります。組みに行きます。逆に投げてまいります。このポーズです。ラフ殺法に転じます。腕を回します。垂直に抱え上げるブレインバスター。組み合います。逆に振り返した
そのまま後ろに投げてまいります。スタンディングを取らせます。振りほどきます。行くのか、バット返します。タイを預けます。ロープブレイクです。ブレンバスターに取ります。蹴りを見舞ってまいります。このポーズです。起こします。ロックアップ、逆に倒します。全体重を落としてまいります。打ち込んでまいります。あっとエルボー、腰を落とします。エルボーで返します。バックドロップの体勢、さあバックドロップだ。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。抱えます。いや、目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。リング下に降ります。リング下に降ります。抱えます。ブレンバスターで切り返します。ゴールデンレフトが突き刺さった。この辺りどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。ガチッと組み合った。あっと逆に投げていった。抱き起こす。リングに戻ります。組み合った。あっと返した。テキサスクローバーホール10分経過10ミニッツパー。いけるか。マンハッタンドロップ、コーナーに登ってボディープラスが降ってきた。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。抱えた。ボディスラムで投げつける。起こした。エルボーで返す。そのまま体を浴びせます。水平打ち。あと逆に切り返した。腕をフックした。あと逆に返した。小脇に抱えた。コートオブが悲鳴を上げる。バックドロップ、ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック、 STF。振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。フィニッシュに行くのか。カバーした。三つ入りません。引っこ抜きか。パワーボムが決まったぞ。ここが踏んだりどこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。キック、ガチッと組み合った。フロントから叩きつけた。立たせていく。トップロープを奪う。ダイビングしてるショルダー。あっとキャッチした。あっとフック、引き起こす。いけるか。強烈ダイヤモンドカッター。さあ首をかっきった。カウント入る。ロープに逃れた。腕をフックした。ボディスラムで叩きつけた。奥歯を噛みしめた。ハイアングルのパワーボム、ロープに
ロープに飛ばした。蹴り上げていく。担ぎ上げるのか。ストマックを狙っていく。放っていくのか。トップロックからのエルボマサノブ石狩行け。世界ジュニアヘビー級選手権試合石狩60分1本勝負を行います。石狩青コーナーチャレンジャー235パウンドフッチーマサノブ。フッチーフッチー赤コーナーチャンピオン石狩190パウンド石狩太一。石狩、石狩、レフリー和田恭平。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。カウンターで返します。ロックアップ、対角線に飛ばした。コーナーに打ち据えてまいります。あっとキャッチした。足を殺してまいります。組み合います。投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。腕を取ります。エルボーを入れていきます。掴みます。膝を狙ってまいります。組みに行きます。ロープに振った。ショルダータックル。
先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、そりゃ全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。ストンピングです。ガードします。いやらしい攻めを見せてまいります。腕を捉えます。赤鬼の異名を持ちますこの淵正信、その涼しげな眼光が鋭い眼差しに変わるとき、リング上は淵の赤鬼ワールドになることでありましょう。強烈なキックです。行くのか、ロープに飛ばした。あっと、逆に捉えた。テイクダウン。起こしてまいります。打ち込んでまいります。掴んだ。キックで返します。腕を捉えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。ああ、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。STF で強烈に締め上げてまいります。掴んだ。弓を引くナックルであります。行くのか、フライングメイヤー。ああ、この辺りね、ちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。腰を落とします。リバースで返します。組み合います。逆に返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます。耐えます。乾いた音が館内に響きます。サイドから投げてまいります。ロックアップ。ロープに振ってピンポイントのドロップキック。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。逆に捉えた。そのまま倒してまいります。掴みます。張ります。組み合います。あと返します。ラフ殺法に転じます。組みに行きます。返してまいります。スリーパーに捉えます。ロープにブレイクしました。腕を取ります。逆に切り返します。アームロックの体勢。行くのか、倒してまいります。腕を回します。あっと、バックに回った。バックドロップの体勢。エルボーでブロック。あっと、ホイップしてまいります。膝を殺してまいります。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ。逆に投げてまいります。10ミニットパス。ブロックします。腕を捉えます。チキンウィングに固めてまいります。掴んだ。あっと、逆にキック。ブロックした。逆肩エブで一気に決めていった。組み合った。あと、逆に返した。引き起こす闘魂が燃え盛る。バックを取って
小脇に抱えたバックドロップ。このポーズ、強烈に入りましたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。指を引くダックだろう。あと逆に切り返した。ガチッと組み合った。締め上げていった。ハンマーを振りかざす。足を狙っていった。抱き起こす。バックを取って、ジャーマン気味のバックだ。立たせていく。今顔面に入りましたよ。危ない状況か。バックに回った。あっとエビ固めで丸めていく。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。エルボーを打ち込む。あっとキャッチした。エンジン蹴り。カウントは入る。通用する超技巧派小川義成が大見得を切りながらの入場であります。頂点の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。GHC ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者金丸210ポンド小川吉成。
金丸。赤コーナーチャンピオン200ポンド金丸よしのぶ。金丸。金丸。レフリー西永修一。小川。打ち鳴らせ今ゴングだ。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、掴みます、エルボーをかち上げます、肘を打ち込んでまいります、腕を捉えます、腕を決めてまいります、ロープブレイクです、組み合います、ロープに振った、掴んだ、キックで返します、あっとそのまま倒します、ロックアップ、パンチで返します、抱えます、ボディースラム、ストンピングです、ナックルを打ち込んでまいります。プロとして戦っているとね、どっかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。腕を殺してまいります、組みに行きます、フロントのヘッドロックに取ります、ハンマーが襲ってまいります、膝を狙ってまいります、顔面が歪みます。こうやってね、一点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。マンハッタンドロップに取ります、コーナーに登る、ここは戻ります、パンチ攻撃です、行くのか、切り返します、膝を殺してまいります、ガードします、キーロックショートアームシザース、後頭部円錐、腕を狙ってまいります、リング下に降ります、腕を取ります、逆に返します、フロントからのキック、エンジン蹴り、キャメルクラッチ、ラクダ固めであります、ロックアップ、お気をつけください、リング内に戻ります、組み合います、返してまいります、プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります、組みに行きます、リング下に落とします、相手を挑発してまいります、リング下に降ります、小脇に抱えます、岩石落としバックドロップであります、踏みつけてまいります、行くのか、あと返します、さあ STF に入ります、掴んだ、あっと円錐切り、リングに戻ります、リングに戻ります、組
み合った。あと逆に倒した。ガチッと組み合った。あと逆に返した。強烈逆肩エビがため、抱えた。打たせない。いけるか。逆に返した。起こした。口に進化。ストンピングを叩き込む。おーっとチョーク攻撃。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね。こっから自分のペースに持っていきたいですね。あとうまく切り返した。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。コーナーに振った。うまく切り返した。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。放っていくのか。あっとミサイルキック。場外に降りる。気合を入れた。リングに戻ります。腕をフックした。あっと逆に丸めていった。カウンター2返しました。あっとバックに回った。エルボーで返す。あー強烈ですよ。後頭部痛だか。膝を狙っていった。抱きをこのポーズ。バックを取ってロッププレイク。顔面蹴り上げる。フックを打っていく。引き起こす。小脇に抱えた。外した。腕をフックした。あっと DDT。 蹴り上げていく。頭を掴んで時のいいジャブを打っていく。見栄を切った。あとそのままジャックナイフで固める。3つは入りません。組み合った。あと切り返した。立たせていく。バックを取ってバックドロップ。ホールド。ホールド。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。読んでいます。まさに読み切り小説。ロープブレイク。ロープブレイク。一気に両立するのか。バックを取ってバックドロップ。ホールドで固める。ロープに逃れました。コーナーに振ってジャンピングエルボー。ギロチンを落としていった。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ここでロープブレイク。抱き起こす。抱え上げてバックドロップ。片エビに持ち込む。
IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者アキラ入場。さあ、リングを舞うムササビ、アキラが入場してまいります。赤コーナーよりチャンピオン、自他ともに認めるザ・トップオブジュニア、重心サンダーライガー入場。頂点の証であります、このベルトを越しに今チャンピオンが入ってまいりました。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、180cm 99kg、アキラ。赤コーナーチャンピオン、170cm 95kg、重心サンダーライガー。レフリーレッドシューズ運のアキラ。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。あります。水平を打っていきます。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。腕を回します。バックに回った。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。逆に切り返します。ストンピングを叩き込んでまいります。小手フロントからのキック、組み合います。リング下に落とします。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。ブロックします。スタンディングを取らせます。蹴ってまいります。
掴んだ。させません。張ってまいります。パンチで返します。キックを打っていきます。プロレスは芸術だと言ってはばからないこの重心サンダーライガーではありますが、一度その芸術を破壊する相手が現れようものならば、懐に隠した鋭いナイフをイラつかせることでありましょう。行くのか。あっと、返します。引き起こします。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。ロックアップ、逆に返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。コッポウリュウの浴びせ蹴りか。組みに行きます。ロープに振った、ショルダータックルで倒します。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。重いチョップであります。ドロップキック、膝。ナダル式フランケンシュタイナー、雪山遭難約1名。引き起こす。さあ、首をかっきった。小脇に抱えた、エルボーで切り返す。ドロップキックが突き刺さる。場外に降りる。リングに戻ります。ガチッと組み合った。あっと、切り返した。膝へのドロップキック、立たせていく。アッパー気味の小手、トップロープを狙う。ダイビングバディプラス、3つは入りません。浴びせ蹴り、さあ決まるか。ガードした。奥歯を噛みしめた。きたー。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。うまく切り返した。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。掴んだ、エルボー強烈、腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。絞り上げる、強烈。すごい音がした。腕をフックした。あっと、 DDT、 ストンピング強烈。いけるか。あっと、返した。エルボーで返す。サイドを取った。ロープブレイク、蹴り上げていく。首をかっきるのか。物に入りましたよ。はい、ブロッキー状態か。抱き起こす。小手決まった。フィニッシュに行くのか。起こした。ブレンバスターで切り返した。10分経過、10ミニッツパー。抱えた、 DDT。 このポーズ、ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック、 STF。 組み合った、逆に返した。起こした、組み合った。破壊石がぐさりと突き刺さった。あっと、うまく切り返した。引っこ抜きか。あっと、逆に返した。引き起こす。フィッシャーマンバスター、落としていった。一気に料理するのか。ブレンバスター行くのか。これは受け身取れないですよ。デインジャレス直下式、これで決まったか。ここでロープブレイク、抜くのか。
今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。抱き起こす。ジャーバー後頭部痛打。いけるか。あっと返した。小股に挟んだ。一気にいった。ライガーボール。カウント青コーナーよりチームカオスローキー入場。さあ、驚異のミラクルファイターローキーがオーラを撒き散らしながら入ってまいりました。赤コーナーより全日本プロレス剣道家臣入場。プロブレム。さあ、天の弱な男、仮面の関節機剣道家臣がリングに向かってまいります。ローキー、ローキー、シングルマッチ単10分一本勝負を行います。青コーナーチームカオス、ローキー175センチ95キロ、ローキー、ローキー、ローキー。赤コーナーローキー全日本プロレス181センチ、92キロ、剣道家臣。レフリー、小長範夫。
沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。クラシカルなエルボースマッシュ、掴みます、キックで返します、ロックアップ、投げてまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。倒してまいります、スリーパーに捉えます、ロープブレイクです、張ってまいります、ねちっこい展開に移行してまいります。組みに行きます、フライングメイヤー。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。あ、なるほど、そうだったんですか。掴んだ、させません、組み合います、フライングメイヤーで倒します。館内がどよめきます。新世紀のジュニア戦線に一大センセーションを巻き起こしたローキー。普段は物静かなこの男がひとたびリングにその姿を現した時には予測不能でトリッキー、まさに脅威のミラクルファイターへと変貌します。ああ、この辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手としては非常に嫌なもんですよ。そうですよね。逆に返します、腕を捉えます、返してまいります、行くのか、切り返します、ストンピングです、組みに行きます、あと返します、そのまま腕を決めていきます、ロープブレイク、ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります、ハンマーが襲ってまいります、ストロボ効果、フラッシュニングエルボー。逆に捉えた、さあがギブアップを宣言しました。プログラム